ハードパンチャーはじめの一歩とは、対等が2001年に販売したゲームセンター向けのアーケードゲーム。筐体の打撃目標を殴ることで、その強さを測定するパンチングゲーム。森川常時作の漫画及びアニメ、はじめの一歩を題材としている。なお、ここでは2002年にバージョンアップ版として販売された、ハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦についても、記述する。 プレイヤーは、はじめの一歩の主人公である幕の内一歩になった、設定で、ゲームスタート。最初に対戦キャラクターを選択する。対戦相手は、作品内で一歩が戦った相手であり、それらは、難易度別に並べられている。難易度が低い相手だと、ゲームクリアに必要とするパンチ力のノルマが少ない。逆に、難易度が高い相手の場合は、クリアに必要なスコアの、ノルマも高くなる。 三発殴って、その合計スコアが相手のノルマを超えた場合にゲームクリアとなる。逆にノルマを超えられなかった場合はゲームオーバーとなる。これまで台東が販売したパンチングマシンの主人公がソニックブラストマンであったのに対して本作では初めの一歩に登場するキャラクターを使用している。筐体の基本構造は前作リアルパンチャーとほぼ共通であるが、 撮影機能はなくなった。本作では助走する危険プレイを防止すべく、筐体に助走防止センサーが取り付けられた。数箇所ある助走防止センサーの作動範囲から、プレイヤーが外に出ると、ゲームの進行が停止する。にもかかわらず殴ってしまうと、そのパンチスコアが無効になってしまう。本作では一人プレイモード終了後に、一発、最高スコアと三発合計スコアが表示され、 それぞれ本日順位と歴代順位が表示される。また、スコアが本日、歴代順位の上位100位以内に入れば、ランキングに残り、ネーム入力が可能となり、自分の記録を残すことができる。本日記録は、翌日には消えるが、歴代記録は翌日以降も残る。ゲームセンター側で、歴代記録のリセットをしない限り、歴代順位は、半永久的に表示され続ける。 スコアの自由閲覧編集本作ではデモ画面にて筐体についている決定ボタンを押すことで本日単発記録本日3発合計記録歴代単発記録歴代3発合計記録の4種類を自由に閲覧することができる最大4人まで対戦できるがここで出したスコアはランキングには反映されない第1ステージスパーリング第2戦である幕の内一歩 vs. 宮田一郎がモデル。第2ステージデビュー戦である一歩 vs. 小田裕介の一戦がモデル。第3ステージ一歩 vs. 藤原義夫の一戦がモデル。第4ステージ東日本新人王一回戦の一歩 vs. ジェイソン・ビズマの一戦がモデル。第5ステージ東日本新人王二回戦の一歩 vs. 小橋健太の一戦がモデル。第6ステージ 東日本新人王準決勝の一歩 VS、早見隆一の一戦がモデル。第7ステージ東日本新人王決勝の一歩 VS、真柴亮の一戦がモデル。ゲーム概要および基本システムは、ハードパンチャーはじめの一歩も、ハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦も共通。相違点としては、対戦相手選択の際に選べるキャラクターが異なっている。前作では、 全日本新人王戦決勝の相手である、マシバリョまでに一歩が戦ってきた相手が、対戦相手として選択できる。ハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦では、原作でいうマシバリョとの戦いから、日本王者である、ダテエ二ジとの戦いまでに一歩が戦った相手が、対戦相手として選択できる。なお、筐体の色は、前作が黒色で、ハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦は、 黄色である。しかし前作から内部ソフトを変更しバージョンアップしたハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦は筐体の色は黒のままである。つまり同じはじめの一歩にでも最初からハードパンチャーはじめの一歩に王者への挑戦としてリリースされたのが黄色前作をバージョンアップさせたものは黒色と判別することができる。なおゲーム内容は どちらの場合も変化はない。第1ステージ東日本新人王決定戦、準決勝の宮田一郎 VS、真柴亮の一戦がモデル。唯一、主人公が一歩ではない。勝てば、原作とは異なり、宮田が真柴を下し客席の一歩に向け挑戦する、シーンで終わる。第2ステージ東日本新人王決定戦決勝の一歩、VS、真柴の一戦がモデル。 第3ステージ全日本新事王決定戦の一歩、VS、仙道武の一戦がモデル。第4ステージ一歩 VS、沖田慶吾の一戦がモデル。第5ステージ A 級、ボクサー賞金トーナメント一回戦の一歩 VS、佐伯拓浅の一戦がモデル。第6ステージ A 級、ボクサー賞金トーナメント決勝の一歩 VS ボルグ、ザンギエフの一戦がモデル。第七ステージ最終ステージ。 一歩がフェザー級チャンピオンラテージに挑む。勝てば一歩がチャンピオンとなる。本作では発売開始とともにインターネットスコアランキングが開始された。これは本日記録のうち単発もしくは3発合計値のいずれかが上位10位以内に入賞し場合、ゲーム終了後にエントリー画面が表示されていた。プレイヤーはここで表示されるスコアとパスワードを当時解説されていた。 対等のウェブサイト、ハードパンチャーはじめの一歩公式サイトにアクセスし、所定の入力を行うことで、インターネットランキングにエントリーをすることができた。実施期間は2001年7月から2002年7月31日までの約1年間であった。なお、終了時点での対等公式ランキングの1位は一発、最高記録が861.623であり、 三発合計が2035.724であった。ありがとうございます。